この番組は毎週水曜の16時から16時30分まで FM ギノワンの千花さんと私パーソナリティのあきら先生でお送りします番組では皆様からのメッセージを募集しておりますあきら先生に聞きたいこと感想などをメールでお送りくださいメールアドレスは 797-fm 技能ワン .com797-fm 技能ワン .com まで 懸命にゆるふわユンタクと書いてどしどしお送りくださいまた FM ブギナーはラジオだけではなくツイキャス、YouTube、リスンラジオマイチューナラジオからも聞くことができますぜひ皆様の環境に合わせて番組をお楽しみくださいお気軽にメッセージを送ってくださいお待ちしておりますそれではよろしくお願いしますはい、本日もよろしくお願いしますはいお願いしますはい えー、では本日は久しぶりの収録放送ということではい、はいえー、何か予定ありって感じだったんですかそうですねちょうどですね8月7日仙台の方七夕なんですねで、私の方でもですねちょっといろいろと用事が立て込んでまして今回は収録ということで失礼しますはい仙台七夕っていうとなんか地元の行事なんですかあそうです仙台七夕って、はい、あの 東北三大祭りの一つで、うん、えと秋田の関東、青森のねぶたと、まあ、この時期ですね、うん、ちょうど夏祭りが続くんですね。<ー>なのであの、七夕飾りっていってあの竹にこういろんな願い事をつるしたような、うん、あのでっかい催し物があの仙台で開催されます、うんはいえー、これあの、時期が普通の七夕と違うのはどう,どういうあれなんですか、えー 沖縄って旧暦でしたっけ確か。はいそうです。えっとただねあの仙台七夕とかの秋田の関東あと青森の根部たってあの夏祭りの時期が毎年決まってるんですよ<い>一定なんです。<ー>なので8月の678なんですけどこれは毎年不変ですね。へそういうことだったんですね。えそうなんです。はいはいえー、ではじゃあ本日収録放送ということでテーマの方お願いします。 はいそうですね今からでも大丈夫、夏の足痩せ対策として、えー、今回はですね健康癒しのトピックのお話になりますね。はいえ足痩せってすごいあの女子っぽいワードというかあのそうですね、今どうしても、まあ、沖縄もそうでしょうけど暑いから水分を多くとりますよね。そ、はい、それ大切なんでですけどのの水分が体の中でこう ね、汗としてほとんど出ていくと、まあ、いいんですけど、まあ、なかなかねそのむくんでしまうとかその顔のむくみ足のむくみであったりですねその、まあ、太くなってしまうなかなかこうむくみでこうなんかねあの見た感じ気にする女性って、まあ、比較的多いですよね特に夏場にな,るとな,れ,なればなるほど、ね、なのでですね、まあ、足汗としてですね今回はちょっとその 対策とといいいううかおおお話をししててみようと思っております、はい、お願いしますは願で今回はですねあの太もも、まあ、下半身ですね太ももとふくらはぎと足首ですねこの3箇所あの全部有効な方法なので3ステップということで、まあ、3つプラスアルファとして、まあ、ちょっとしたその改善策をちょっとお話ししていきたいと思うので。うん もしですね、気になる方がいれば、ちょっとご自分でも試してみるといいかもしれませんね。はい、はい、それでですね、1番目なんですけども、はい、まず最初、何をするかっていうとですね、うんあの、いきなり足を揉むっていうふうなことはしません。そこではなくて、最初はですね、鎖骨です。あの首から肩にかけての鎖骨っていう骨があるんですけど、 ここのの鎖骨の部分がポイントとなってきますちょうど首の喉どぼとけのところから肩関節ぐらいまでこうビニョーンって細長い骨があの左右にあるんですけどそこの部分をまずほぐしていくことから始めるといいですね。うん、私ちょっとこれはうっすら聞いたことがあって、はい、あのリンパのゴミ箱があるんでしたっけ そうそうそう,そうあのですねこの鎖骨周辺にはですねリンパ節が集中してるんですね、うん、でそのリンパは体の免疫とかにも関係するんですけどもあの水分の巡りそれも良くしてくれますので、うん、あの鎖骨周辺をですね優しくこう撫でるようにマッサージしていくと、うん、体の中の水分の巡りがすごくよくなるんですね、うん、なのでそのここはですねあの顔痩せ とかですね。あと肩こりそういう風な部分にも効果あるので、うん、あの鎖骨の部分をこう周辺をこうほぐしていく。マッサージするっていうのは非常に効果的です。はい、ありがとうございます。私もちょっと今収録しながら鎖骨触ってるんですけど、結構痛いですね。うん、そうですね。なんかこうあの鎖骨ですね。うん、どうしてもね。ここね。筋肉が薄いんで。うんは 優しく撫でるようなな形でででいいいいいすすあんまり、うん、力入れない方がいいですねで一番最初にこの鎖骨の部分を持ってきてるっていうのがポイントでして、はい、まず全身のそのリンパとか水分の流れを良くした状態でこう足の方に行くっていうふうな感じにした方が体の水分量っていうのは巡るんですねなので一番最初に鎖骨からやるっていうのがいいかなと私は思っておすすめしてます、はあ、なるほどです えー、では次のトピックお願いしますはいで次なんですけど鎖、うん、骨をやった後でですね膝の周辺ですね<ー>膝の周辺をちょっとこう丸くですね膝の上膝のお皿の上っつった方が分かりやすいですね、うん、膝のお皿の上に手を当てて丸く20回ぐらいこう揉んでみてください、うん、これが2番目のポイントです。 うん、丸くそのお,さお皿をこう丸く回す感じって言ったらいいかな、なうん。膝のお皿。うん、で、膝のお皿が2番目っていうのは、ですね、うん、太ももとこのふくらはぎをつないでる部分が膝なんですね、ちょうど。うんうん、なので、こ,この膝の部分の周辺をこうほぐしておくことで、うん、まあ筋肉、乳酸、それから水分、うん、血流、全部良くなっていきます。うんうん なので、えー、ここをこう優しくですねまるくこうもむことで水分の巡りが非常によくなってくるので、うん、むくみとなってこう原因ですね水分むくみの原因は水分なんですけど、うん、その水分が徐々にこう体内に取り込まれるのが早くなりますので是非、うん、この膝は2番目としてやっていくのがおすすめです。うんはいえー これ順番結構逆だと全然効果がないとかそういうことですかそういうことではないですけど最初鎖骨やっての方がいいと思いますね、うん、なるほど、うん、そっかそっかありがとうございます3番目うん、うん、最後なんですけどここはですね足の指ですね、はい、足の指をこうぐるぐると1本ずつ回す感じですね、うん、そこがポイントになります 今回ですね3ステップとして紹介してるのとても簡単なんですけど、はい、あの太ももの部分であるとか、うん、ふくらはぎの部分とかに直接こう何か働きかけるっていうようなことはちょっと説明してないんですね今回うん、うん、ただですねその鎖骨やって膝をやって足の指ですね10本ありますけど、はいうん、足の指をこうぐるぐる回すだけでむくみってかなりの程度取れていきますんで<ー>ま嘘だと思ってちょっと試してみてください。 これはですね、私の長年の経験もあるし、実,実際に今現在やっていることでも効果を得てますので、非常に効果的です。特に夏場ですね、どうしても水飲む機会多いんで、含、うん、む機会もやっぱり多いですよね。うで,ねで、その、うん、夏場はどうしてもこうね、水着とか。 ししたりしてこう肌あの T シャツとかでも肌どうしても露出しちゃうんでうん、うん、むくみ気にするような女性ってやっぱり多いですよね。なのでですね今言ったその3つのポイントですね鎖骨と膝の周辺と足の指ですね、うん、こうちょっと重点的に、うん、まあ優しくこうマッサージしてみるとむくみにはとても効果的です。うん なんかこうあまり力も使わずにこう優しくっていうのがすごいあのポイント、ね、取り入れやすいですよね。ゆるい感じでいいですよ、うんうん。なんかやっぱ続けるのが苦になるのって痛い思いをしたりするからですよね、うん。そう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 。でね特にね日本人はねあのー。 痛いのを我慢するとなんか後でこうスーッと良くなるはずだみたいなね、うん、暗黙のルールみたいなのがどうしても刷り込まれてるんですよね昔から <laughs> そうです、ねまあ、決してそうではないですあの優しくやっても効果ありますんであの自分が痛くない程度ですねあんまり力入れなくてもいいですから、うん、ちょっと試してみてくださいええー、それを証明するっと質問ありますかはいそうですねなんかこう今こう日本人はこう痛みの後にこう いい効果があるとしん最初からなんかすり込みしちゃってるっていうところが、うん、私もこのお話を聞いてまず最初に鎖骨を触りましょうっていうところで、うん、すごい強くあの鎖骨を撫でてしまったんですね。なんか逆に 強くやることでなんかこうよくなかったりもするのかなって思ってまああしますね。強くやっちゃうことでかえってそこの筋肉がねこう破損しちゃってかえって痛めたりするんで何<ー>ともなかったのに強く力入れたために痛くなったっていうのは元もともともないですからそううですね、うんだからね優しくでいいんです。うん、うん、そのー 誰か他にやってもらえる人がいればいいんですけど、うん、大体の場合自分でやっても鎖骨とかはね自分でやった方が気持ちいいですよねす人にやってもらってももちろんいいんですけど、うん、場合によってはこうねちょっとデリケートゾーンだしなんかやられてもや,やられるのが嫌っていう風うな人も中にはいるんでうん、うん、その辺は自分でやるとそういうふうなことはないから、うん、まあちょっとセルフマッサージとして今回ちょっと紹介してるんではい、はい、その辺はあのお任せしますけど。はい あの3番目の足の指をこうね、うん、10本ぐりぐりやるっていう時に、うん、えっによくあの薬局とかであのネイルとかする時とか使うかもしれないんですけど、うん、足の指にはめるパッドってあるんですよねこういうふうなあご存知ですかねあの薬局とかに100円ショップでも売ってますけど、はい、こういう足の指にはめるパッドっていうのがありまして、うん、これあのむくみ対策 としても売っているし、あと足の疲れ予防とか、うん、そういうふうな感じでも売ってるんですけど、うん、女性の方だと多分、足のネイルですね、うん、あれやるときに使ったりする方も非常に多いです。うん、で、これなんですけど、寝るときに足の指にこうはめて、そのまま寝ちゃうと、すごく効果的ですので、うんうん、ぜひやってみるといいですね。私もやってます、これ。あ、そうなんですね。はい、足,足指パッド。はい、これ100円ショップで多分、ダイソーとかで売ってますんで。えー あのうん、もしよかったら手に入れてみてください、うん、これは本当にいいですこれで寝てる間にどうしてもずれちゃったり外れちゃったりするんですけど無意識のうちにねそれはそれでいいんです、うん、別にうん、うん、なのでそれは気にしないでその足の指グリグリやってマッサージした後に、うん、この足の指のパッドをはめてお休みなさいすると非常にいいですね足の疲れも取れるしそうなんですねなんかこう,こう軽く触って直接痩せたい部位 むくみが気になる部位を触らずともこうなんか効果のあることができるっていいですね。うんそうですね、まあ、直接触ってももちろんいいんですよもちろん触れるからいいんですけど、まあ、そうじゃない部分が触っても調整できますのでまあその辺はもしまた何か質問あればあのメールで送っていただければお答えしますねなるほどちなみにだめな触り方も結構あったりするんですか ダメな触り方、はい、力具合で言うと強くやっちゃうこと、うん、それからですね、うん、例えばその 鎖骨にしても膝にしても足の指にしてもその自分が痛いって感じる場合あるかと思うんですね。うんうん、痛くないっていうふうな場合が正常なんですけど中にはこう、はい、ちょっとそこだけ痛いなとかがそういうふうな部分って人によって出,く、うん、出てくるかとは思うんですけど、うん、もしねそういうふうなそな痛みとかちょっとしたその不快感があったりした場合はそこの場合はねあんまりこう強くやらないでこう本当に自分が我慢できうる力量でやってください。うんうん はい、回数的にはこれね10回から20回もやると十分ですので片方につき、まあ、20回ぐらいというふうなのを目安にしてやっていただくといいですね。はいいありがとうございます今ちょっとあのお時間が14分ぐらい経過してるんですが少し余ってると思いますので、はい、他にも何かこう夏の足痩せ対策 あればちょっっと伺そしたらですね、うん、足汗んえっ、ー、とこうそしたらですね今紹介した3つとは別にですねプラスアルファで今度はふくらはぎですね、うん、一番ちょっと気になるかとは思うですがはい、はい、ふくらはぎがちょっとむくんでしまうっていうふうな方のために、うん 今回はちょっと直接ですね、ふくらはぎに触れてやるあのマッサージを紹介しましょうね。足首の方から膝の方、だからつまり下から上ですね、下から上の方向に向かって、はいうん、ふくらはぎをこうタオルを絞る感じでこう、ぎゅっぎゅっぎゅっっていう風な感じでこう、<ー>下から上にこうあの自分でセルフマッサージしてみてください。これはですね、はい、あの今最初説明した3ステップをやった後でも、 いいですしそのあね。でふくらはぎの部分をこうタオルを絞る感じで足首の方から膝の方に向けてやると非常に効果的です。うんなるほど。これちなみになんか足にやることと同じことを二の腕にしても効果はあるんですか ああいいですよ、全然いいんですけど、二の腕だとですね、片手になるんで、ちょっとやりにくいと思いますよ、自分でやる場合。人からやってもらえばいいんですけど、足の場合は自分の右手、左手使えるからタオル絞るようにできるんですけど、片方の二の腕をやろうとすると、どうしてももう片方だけになるので、片手になっちゃいますよね。うんうん、だから あの効果的ではあるんですけどもし二の腕の方をやってもらう場合は誰かほかにやってもらった方がいいかもですねうんなるほどなるほど二の腕をね鍛えたいっていう場合鍛えるという二の腕のむくみとか、まあ、二の腕をちょっと調整したいっていうふうな場合は別のトレーニング方法がありまして、うん、はいはいうんそれ紹介しちゃ紹介してほしいですあ聞きたいですああそうですかえっ、ー、とですね、うん 一般的に二の腕をどうこうするっていうふうなことではなくてですね、うん、えっと、どういうふうに説明したらいいかな。えー、っとですね、万歳するように、万歳するような感じでこう両手をこう上にずっと上げますよね。うんうん、で、その状態から、えー、っと肩と平行になるくらいまで、つまり t の字、うん、あの、 T の形ですよねあの A 単の T の形になるような感じの部分までこう上から下にこうかか肩幅にまっすぐに持ってきた状態にしてそれを30分三十秒間ぐらい持続してください。<laughs> はいこれを持続このね T 字型はですねあのよく言う深呼吸する時の,あの一部分の動きになりますよね。うん、うん あのー、深呼吸してこう、えー、T 字型になってそのままバタンって下ろすんですけどそのままバタンと下ろさないで肩,の,肩の,あの高さでずっと保っておくんです30秒ぐらいその状態でこう少しなその状態その状態を保つんですその状態を保つそう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 ,うん、うん、T, T 字型になりますよね、はい、形として、うんうん、その状態を保つことで二度寝の筋肉がちょっと強化されます どうしてもね、トレーニングとか運動って、結構つらいですよね、それね。うん、れ慣れてないとね、いですね10秒間ぐらいでも結構来ます。はい、結構来てます一般的に、一般的なイメージとして、うん、トレーニングとかその運動とかエクササイズっていうと、動きが中心となりますよね。はい、動かして筋肉をつけるとか、ストレッチするっていうのが、どうしても中心として一般的に思い浮かべるじゃないですか。はいはい、なんですけど、筋肉を止める。 つまりその一定の姿勢を保つっていうのは別の意味で筋肉使うんですそれなのでそれって動かない運動まあアイソメトリックトレーニングっていうんですけど動かない状態を維持するっていうのは筋肉すごく使うんですよ一般的には動かして筋肉増強しますよねうん、うん、だけどその体勢を維持するっていうのは動かないで止まっとくっていうことなんです、はい、筋肉をね、うん、なるほど筋肉を止めるっていうふうなことで筋肉を強化する いうようなでできますので、うん、ちょっとね逆説的なんですけど非常に効果的ですこれ簡単にできて、うん、なのでもしあの二の腕鍛えたい二の腕の方ちょっと気になる方は今言ったですね T 字型の姿勢ですね、うん、これちょっと保つようにしてみるといいかもしれませんね。はいはい、ちなみにこう例えばこう動かさないトレーニングと こう、うん、筋トレとかを組み合わせることでより痩せたりとか、うんうん、そういうことなんですか？あしますねしますね。すね一般的に焦点が当たるのは動かすトレーニングです。うん、あの筋トレとかライズアップとかそういうなその運動系スポーツジムとかヨガとかでもそうですけど、はい、動かすトレーニングにどうしても主流が行くんです。目が行くんですけど人間って動かさないトレーニングっていうのも非常に有効でして。うん トレーナーとかそのスポーツそういうふうなそのスポーツ医学とかそういうふうな解剖とかそういうふうなことを分かってるような人たちは、うん、そういうふうなインナーマッスルって言うんですけど、はい、な内部の部分の筋肉を鍛えることで筋肉が増強するっていうふうなことをちゃんと知ってますほ<う>なので動かさないっていうふうなことも非常に筋肉使うんですね実は、うん。なるほどそうだったんです、ね、なのでですねちょっと試してみるといいですよ。うん、いやだっってすすごくきつかったですもん、うん あのですね、なかなかそこ紹介する人あんまりいないですけど、FM、うん・ギネマンさんとかでも多分、スポーツトレーナーとか、そういうふうなそのスポーツ関係、ヨガとか、そういうふうなやられてる先生とか、パーソナリティ多分多いと思うんですけど、はい、今度ですね、多分、機会あったらそういうふうな人たちに聞いてみるといいですけど、動かさない筋肉のトレーニング方法って実在するします、やっぱり。うん、で、そういうふうな人たちはそれ分かってます、ちゃんと。うん、だけど 動きの方がどうしても筋肉つくってイメージがあるから動きの方に焦点いくんですよそうなんですねどっちも筋肉の鍛え方としてありますそれ、うん、うん。なのでそれはそれで動かさないっていうのはちょっとポイントですねはい。ありがとうございますでお時間結構残り五分となっております来週の予告しましょうか、はい、来週ですね、うん、来週ね前菜とかき氷ちょっと考えてたんですがはい どうしましょう。ま全在とかき氷で進めてもいいんですけど、はい。なんか食べ慣れてません？普段普通に食べてますよね。<laughs> そうですね。全在結構慣れてるかもしれないですね。ですよね。うん、あの沖縄全在ですもんね、うん。うん、そう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 ん。うん。だからね、どうしようかな。お、じゃあちょっと悩んでおきましょうか。うん うん、そうですねはいですいません私がさ今さっき振,振ればよかったんですけど最後にちょっとリスナーさんに向けてまとめだけこの3つのトピックがあったのでそうですね、はい、じゃあ今回の,あの足汗対策の3ステップまとめますねはいえと一番最初は鎖骨の周辺をマッサージしてみてください で次に膝の周辺ですね膝の周辺をマッサージしてみてください、うん、3番目に足の指ですね足の指10本をそれぞれこうまるく10回ずつぐらいですね、うん、回してみるっていうふうなことに気をつけてみてくださいこの3ステップで足のむくみ足痩せですねそれがなかなかあの実現していきますので あの1回2回やったぐらいではちょっとね、あんまり効果感じられないかもしれないですけど、寝る前にでもね、やってみるといいかもしれませんので、特に今、夏場で水分取りますので、ちょっとね、留意してやってみることをおすすめします。はいちなみに注意点ももう一度いいですか、うん、はい注意点はですね、あんまり強く力を入れすぎないことですね。うん、その自分が感じられる あまり痛くない程度の力具合ですねそのくらいでやっていくのが一番望ましいのであんまりこう力を入れすぎて強くくししたりはしなくても大丈夫ですは「夏の足痩せまだ間に合うぞ」ということで女子のリスナーの皆さん はい、そしてパートナーがいれば、はいね、パーートナーがいる方は教えてあげてもいいかもしれないですね。そうですねやってみるといいかもしれませんね、はいえー。では本日のゆるふわゆんたくんもここまでということで。はいいありがとうございます今回もお聞きいただいてありがとうございます。また来週もお聞きください。よろしくお願いします。 美しさを体の中から変えていく鍼灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデートヨークでは一人一人に合わせた施術を行います西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを美容針り鍼灸治療なら「イノワン鍼灸整体」ヨーク アイドマ印刷です印刷でお困りの中南部の皆様へ地域に寄り添い創業42年の実績でお手頃な価格とスピーディーな対応で力になります印刷のことなら「アイドマ印刷」にお任せください電話番号098833-1122 1984年創業のカーボディのぼり革は愛車の修理板金塗装。 車検 ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げますスズキの新車も取り扱っています沖縄市消防本部道向いカーボディ上り川琉球アイドル春パン勝ち推しといえばかっちゃんやでかっちゃんが惚れたガチ恋アイドル春パンがお届けする「夜更かしはるかのウェンズデーナイト」毎週水曜夜12時30分から放送してんねんみんな夜更かしして聞いてやー あ、かっちゃんは兵庫県から FM 金のワンも応援してるでーはい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店ですはい、元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店です醤油、塩、タルナンパン、激辛も美味しい唐揚げあります元祖唐揚げ本舗新竹かかず中学校前店 ギノアンヒルズ通り命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通りテ天間宮から伊佐交差点へとつながる坂道ノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね